間に水を差すんじゃない！ベル様はリミテスのために怪我をなさって安静にしてないとダメなんです！うわぁ！バレンの逃がし！なぜ君までここに？クラネルさん、無事でしたか？リュウさん、そんな、やめてください。いくら謝られても簡単には許せません。リリたちは死にかけたのですから。そうすっぱり割り切れるものじゃない。本当にごめんなさい。リリ殿たちのお怒りはごもっともです。いくらでも糾弾してください。責めるなら俺を責めろ。あれは俺が出した指示だ。俺は今でもあの指示が間違っていたとは思っていない。それをよく俺たちの前で口にできるな、大男。つまり一日は暇がある。せっかくだし明日はゆっくりしようじゃないか。ベル様、おやすみなさい。ベルフ君。お？ヘファイストスから君への預かり物さ。お。伝言もある。ここがダンジョンだなんて。どうしたの？ああ、その、眠れなくて。あの、アイズさんはどうしてここに？君が歩いていくのが見えて、ちょっと心配だったから。邪魔だった？いえ、そうじゃなくて、嬉しくて、じゃなくて、のベルはいつも緊張してるね。出発はいつ？アイズさんたちの後です。明日は一日ゆっくりしようってことになって。そう。じゃあ街を見るの？え？ダンジョンに街があるんですか？明日行ってみる？ぜひ！街か、
一体どんなところなんだろう。ふん、町ね。あ、水臭いじゃないか、ベル君。行くなら真っ先に僕を誘ってくれないと。僕とベル君の仲じゃないか。ごめんなさい。というわけで、バレンナギガシ君、僕の許可なく抜け駆けするんじゃない。デートの約束なんて絶対許さないぞ。デート、違う、誤解ですってば。神様、俺は二度と魔剣は打ちません。そう、今はそれでもいいわ。でも大切なものを得た時、きっとあなたはその力を使わなかったことを後悔する。意地と仲間を計りにかけるのはやめなさい。ちくしょう。